札幌ラーメン。札幌ラーメンは、北海道札幌市発祥のラーメン一般を指す、通称である、ご当地ラーメン、ご当地グルメの一つ。札幌における、ラーメンの元祖は、中華料理店、畜火食堂が1922年に始めた、肉糸麺、ロースウミエンと言われる。畜火では、中国、山東省出身の大文ブが、手延べ麺を茹でて、 スープに入れという作りを生み出し、当時は、へしゃげ麺とも呼ばれていた。王は1924年に竹屋を去るが、公認の李広ロシ業、李エドウ、リアやらによって、より、日本人向けの味に改良され、好評を博していく。昭和初期には、市内に、約10軒の中華料理店があり、各店で、中国人料理人の自家製麺によるラーメンを、出していた。また、 喫茶店や一般の食堂などにもラーメンをメニューにした店が多く、喫茶店では一杯10銭のコーヒーと共に、一杯15銭のラーメンが売れていたという。これらの店に麺などの材料を卸していたのは、狸工事の万福堂の店主、大万世や、市内の僧侶、吉田坊といき人たちであった。王は1937年の日下事変後に帰国するが、 戦前の札幌にラーメン文化の種をまいた人物として、畜火食堂のオーラと共に今に記憶されている。当時のラーメンは手踏み式と呼ばれた手打ちの麺に、鶏ガラや貝類で出汁を取り、ラードや胡椒などで味付けした塩味のスープが主流であった。太平洋戦争の物資統制による原料不足で、畜火をはじめすべての店が姿を消した。現在、 のれんわけした地区化が神戸市名田区で営業継続している。現在のスタイルは、終戦直後の1946年頃に満州、などからの引上げ者たちが、すすきのの屋台で作った豚骨から煮出した濃い、スープによるラーメンが源流である。元祖は1946年に松田寛七が開業した流法と言われ、翌年、西山千寺が開業しただるま県と共に、 人気店となった。東京で中国料理の修行をした西山は、製麺技術の高さにも定評があり、流鳳など他の店の麺作りも手掛けるようになった。1951年には流鳳など発展による高額ラーメン名店街が誕生し、初代札幌ラーメン横丁とされることもある。流鳳などは醤油味が中心であり、1960年頃までは、 札幌ラーメンは醤油ラーメンが主であった。1955年、味の三平の大宮森戸が味噌ラーメンを開発する。同年、味の三平を訪れた暮らしの手帳元編集長、花森康次に大宮が味噌ラーメンを出したところ、花森は暮らしの手帳1955年11月号にその時のことを執筆したので、その名が全国に知られることになった。 同じ頃、西山製麺によって、味噌ラーメンに合う、高水熟製麺が開発される。1963年、味の三平と大通りの熊山ラーメンが、正式に味噌ラーメンをメニューに出した。その後、大宮の了承のもとに、味噌ラーメン用、高水熟製麺が、西山製麺より発売されて、以来、市内の他の店でも使われるようになり、 札幌ラーメンとしての味噌ラーメンが定着した。上記の花森安寺の紹介記事を契機に、1950年代後半以降は、新聞や雑誌等が、流放や味の三平などの有名店を頻繁に取り上げるようになり、ご当地グルメとしての札幌ラーメンの地名が上がる。さらに、札幌一番、産業食品など、インスタントラーメンで札幌を冠した商品が、 数多く発売されたことによって、その人気は全国区のものとなった。1965年頃から東京方面にも札幌ラーメンの看板を掲げた店が増えるようになり、1967年に青池田もつによって創業された土産市は全国チェーンとなった。味の三平のラーメンが雑誌やデパートの物産店などで全国的に広がったことから札幌ラーメンは 味噌ラーメンと捉えられがちだが、味の三平など多くの札幌ラーメン店では醤油味、層味、塩味の三種類を提供しており、特段味噌ラーメンのみに傾注しているわけではない。2001年に札幌ラーメンを含む北海道のラーメンが北海道遺産として認定。味の三平が西山製麺所開発の高水熟製麺の縮れ麺を使用したことにより、 北海道全域で西山製麺を使う店舗が増えるようになった。この高水熟製麺は粘り強いのを特徴としている。このため首都圏などでも札幌ラーメンの特徴の一つとして西山製麺を使う店舗が存在する。かつては西山製麺のほか、堀川製麺、相模屋製麺、森住製麺などの麺を使用する店が多かったが、近年では 上記のメーカーのほか、小林製麺、和田山製麺、金人食品、札幌製麺、北海道熊さんなどの後発のメーカーの進出も目立ち、シェア争いは激化している。また、時点で独自の製麺を行っている場合もある。なお、堀川製麺の創業者の堀川俊一は、縮れ麺を機械で自動的に生産する手法を生み出したり、今も、 全国の製麺所で使われている麺を一食分ごとに裁断する機械を発明したことで知られる。おおよそ麺の太さを決める切れ人番手で22番の太めの麺が使われる。豚骨などを煮出したスープに札幌の気候に合わせラーメンが冷めるのを防ぐためにラードなどを浮かべる場合が多い。このスタイルを始めたのは流法の松田缶奈ナで流法では味付けに 主に醤油を用いた。これは、松田が戦前中国に住んでいた時に、日本人がどんな中国料理にも醤油を用いたがる、ことをヒントにしたという。元来のチャーシュー麺マネギなどの他に、玉ねぎキャベツもやしなどの炒めた野菜を乗せるのが、定番となっている。このスタイルを生み出したのは、味の三平の大宮森戸で、麺が茹で上がるまで、 手持ちぶさたなので、その間フライパンで野菜でも炒めてみようかと思ったのがきっかけだという。なお、札幌ラーメンの代名詞とも言えるもやしは、もともと終戦直後高価であった玉ねぎの代用品として用いられたものであった。また、味の三平では、味噌味の場合にはチャーシューではなくひき肉を使うため、市内の他の店でも、味噌ラーメンにはひき肉を用いるケースが多い。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。